京都の人口、都議会議員候補、皆さんのお力で、何としても市政に押し上げていただきたい。今日はそのお願いで、この議員に参加しました。また、都庁の人口、都議会議員候補、この前は20年、町田の障害児教育に携わっていました。公立の小学校の案内部学区、あるいはどちらにある養護学校の先生をしながら、どんなに障害が重い子どもさんでも、行政からの支援があれば、豊かに人生を送ることができる。子どもさんの心に沿いながら、仕事をしてきた、少しの心を持っている人生です。少し、見えなくなったことですが、状況の危機が、たびたびしてきました。高齢者の皆さんも、全国に好きなこと、非常化を決めてきました。これも今では、新型コロナ75歳以上の高齢者、超高齢者、